ツイステッドワンダーランド。まだ挨拶しかしていないけれど、ロロ先輩は真面目な人のようだ。彼なら生徒会長というのもうなずける。ノーブルベルカレッジは由緒正しい学校だ。古き良き伝統を重んじる姿勢には共感できる。私ならもう少し優雅さを感じられる家具を足すわ。ま、他人の部屋作りにあまり口を出すのは野暮ね。これからどう変わるか楽しみにしてる。食、それは生命の礎。清き海、強き山、優しき大地、神羅万象を取り込み己の糧とするがいい。お前が望むのならば知恵と勇気を授けよう。進め。振り返るな。食の道は険しく辛い。しかしその頂に至る時、お前は手にする輝かしきマスターシェフの栄光を。険しく辛い食の道、その頂にたどり着く過程で降りかかる幾多の困難、無慈悲で公正なる試練を経て、あなた方が手に入れるのは絶望か喜びか。はい、というわけでマスターシェフに参加する皆さん、準備はよろしいですか？シラバスを熟読した上での応募とは思いますが、本プログラムをおさらいしておきましょう。マスターシェフは食堂でのお手伝いを通して調理技術を学んでもらう授業です。今は食堂で美味しい料理を食べている皆さんも、寮を出たら自力で食事を用意しなければなりません。外食ばかりでは食費がかさみますし、好きなものばかり食べては栄養バランスが偏ってしまう。そんなことで心身を崩しては、魔法師として大成するなど夢のまた夢。末永く健やかで自立した生活を送るため、栄養素や献立についての知識をつけましょう。ナイトレイブンカレッジを進級卒業するには、必修科目だけでなく選択科目の単位も必要ですが、マスターシェフの実食審査で良い結果を出せれば選択科目の単位を一つ獲得できます。審査員の胃袋をがっちり掴んで、料理スキルと単位の両方をゲットしてください。ちなみに審査員は我が校の生徒や教師の中から審査当日にランダムで選ばれます。なぜそんなシステムになったかって、それは事前に決定すると審査員に不正な取引を持ちかけて単位を取得しようとする生徒が続出したからですよ。まったく、どうしてそう悪知恵ばかり働くのか。おっと、話がそれました。そうそう、マスターシェフにはこのプログラムならではの嬉しい特典もあります。授業の一環とはいえ食堂のお手伝い、つまり労働をしてもらうわけですから、皆さんにはアルバイト代が支給されます。マスターシェフを通して働くことの大切さも学んでいただこうというわけです。いやー、太っ腹でしょ。お礼なんていいんですよ。何せ私優しいので。さあ、あなた方を実際に指導してくれるシェフゴーストたちを紹介しましょう。よろしく。彼らは生前五つ星レストランで腕を振るっていたプロフェッショナル。彼らの指導を受ければあなたたちも必ずや成長できるでしょう。慣れない作業に苦戦することもあるでしょうが、シェフたちの指示に従い頑張ってくださいね。では最後に、今回参加する皆さん、一人ずつ自己紹介と志望動機をお願いします。では僕から。2年 E 組、出席番号26番、リドル・ローズハートです。寮長たるもの、学業だけでなく料理でも一番になるべきと考えて参加を決めました。料理の経験はほぼありませんが、
必ず習得してみせます。次は俺か。2年 A 組シルバー、将来のために料理のレパートリーを増やしたいと思い志願しました。そして調理には集中力が必要なもの、集中力を途切れさせないコツをつかみ、自分の居眠り癖を克服するきっかけをつかめればと思っています。僕らの指導は甘くないぞ、しっかりついてきておくれ。はい、よろしくお願いします。料理作りにも厳格なルールが必要だ。新鮮な食材を選ぼう。煮込み料理は睡魔との戦いだな。さあ、調理を始めよう。うまくできただろうか。シルバーと僕では野菜を切る速さが全然違う。社交の場に出るのは久々だ。必要以上に意気込んではいけないね。肩の力を抜くとしよう。ノーブルベルカレッジは由緒正しい学校だ。古き良き伝統を重んじる姿勢には共感できる。花の町について調べてきたけれど、体験すると違うところもあった。これが旅行というものなんだね。花の町について調べてきたけれど、体験すると違うところもあった。これが旅行というものなんだね。身支度が終わった。調理に取り掛かろう。いい匂いだ。これならみんなにも笑顔で食べてもらえるだろうか。どうした、食べないのか。何、じっと見られると食べづらい。すまない、つい反応が気になった。初めて自力で作った料理はリゾットだ。シンプルな味付けの料理だが、それが気に入っている。フライパンを片手で振ると意外と腕に負荷がかかる。大量に炒め物をするときはいい鍛錬になりそうだ。リドルの几帳面さは知っていたが、計量時にコンマ1グラムの誤差も許さないほどとは思わなかった。フライパンを片手で振ると意外と腕に負荷がかかる。大量に炒め物をするときはいい鍛錬になりそうだ。何をお求め、コウニちゃん。
コウニちゃん、欲しいものが見当たらない。このサムにお任せを。すぐお手元にご用意します。いい匂いだ。これならみんなにも笑顔で食べてもらえるだろうか。座学でも実技でも一切手は抜かないわ。全力でいきましょう。知性がなければ世界のトップにはなれないわ。しっかり勉強なさい。知性がなければ世界のトップにはなれないわ。しっかり勉強なさい。今日も頑張るぞ。死後は許せない。素敵なドレスだわ。とりあえず埋めとこう。猫も寝てる。励んでますね。伝説の始まりじゃ。いい子にしてます。緊張してる？見て、誰か来た。居眠りをしていた生徒は分かっている。知識は僕の血となり肉となる。